嫌なことじゃないよね、迷いを断ち切っていく感じだよね。そうそうそう、ね、だって嫌なものをあげたくないじゃん。ちょっと確かにイメージしたくないね、うん、こんなすくすく育っていいものであってほしいけど、うん、よしできました。これすごいよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 はい、じゃあ一本一本いってみましょう。すごい、こんな発想。そう、迷いを断ち切ります。はい、と思います。お願いします。前髪は長め、伸ばし中、はい、でサイドとかはあんまり長くするとちょっと重たいので、うん、軽さが欲しい、ね、前に一回ボブとかもやったんだよね。でそれとかこうちょっと丸めのショートとかもやったんだけど甘くなりがちなので、うんうんうん、今日ショートにしちゃっていいよね、うんうん、一度軽くニュートラルに戻してあげて濡らした方がいいと思います。今ちょっとおでこを出す辺になるので28とか73とかよく言われる感じの習慣というか、割と奥から持ってきてるはずなのに生え際に無理がないようにするためにここをくの字に入れていきます。そうすることでここの生え際とこのラインがピタッと見えると、ここの真っ二つに分かれた時にここがお尻のように見えたりするので、それをなくすため、うんうん、こうやって目安をつけてからスタイリング剤をつけた方が賢明です。最後は短い毛はこうやってこういう眉の眉コーム、そうそうそう、眉コームで使って、例えばこういうところもこういくか、これをペタッと貼り付けるからこういうコームを使ってあげた方が入り際は綺麗です。松浦さんに今回短く切ってもらうのが2回目だったので、一応やっぱりその1回目に切ったっていう事例もあったので、それを参考にしながらお互いに理想に近い写真とか参考になるものを写真を送り合いながら決めました。動画とかでも他の方がやられてるのを見たりとかしてたんですけど、実際私は初めて実は自分でああいう風に髪の毛を自分でカットしたっていうのがあったので、あ、初めてだと思いました。なんか切った後にドキドキしました。あれ？あ、切っちゃったみたいな。一発目なんで正しいのかこれはと思いながら、なんでしょうね、なんかあんまりこう説明しづらい感覚というか、
割と潔い方だと思うんですけど、とはいえやっぱりその長い時間かけて髪は伸びてきたわけで、計らずも伸びてしまったってところもあるんですけど、その間のこう時間みたいなものをちょっとなんかこう反省するような気分もあるし、あっという間に 3,4 年って経つんだなとかもあるし、でもああいう時期はちょっと長く感じたなとか、なんかちょっと振り返るみたいな一瞬もあの時間ありました。まあでも松浦さんの確かな腕っていうのがあるので、きっとこうなるだろうなっては思ってたんですけど、やっぱりその希望通りになっていくっていうのが快感ですよね。で自分自身はそういう技術を持ってないから託すしかないんだけど、ちゃんと叶っていくっていうのが気持ちいいですね。実はインナーカラーみたいなのを一時入れてたところもあって、そこはやっぱりちょっと傷んだりとか毛先がカサカサしたりとかあったので、結構本当に毎日トリートメントをしてました。シャンプーとトリートメントセットみたいな感じで、自分でお風呂の中でお風呂に入ってる時にケアするみたいな感じで、あの割とこっくりしたようなものを毛先にもつけて、あとスカルプ系のものもあのトリートメントの中でもあるので、そういうのは頭皮と一緒にマッサージしながら、あとはやっぱり年齢とともにそのね、あのいろいろ課題というかトラブルもあるし悩みも出てくるんだけど、その年齢に合ったケアの仕方っていうのがあるのかなと思ってて、もう若い時はいかにそのボリュームを少なくして小さくさせるかみたいな感じだったけど、はい、でなんかそのボリュームアップっていう意味が分かんなかったんですよ。なんでそんなペタッとした方がいいじゃんと思ってたんだけど、自分がこの年齢になるとなるほどと思うんですよね。であとやっぱり長いとずっとこう伸ばしているので重力もかかってくるし、あとずっと祝えてたりするので、そういう癖もついてたりするんで、それをやっぱり毎回ちゃんとリセットさせてあげないと結構頭皮も凝り固まるのかなって感じはします。前置きをすると、私の仕事柄メイクをしていただくことが多いので、普段は本当に極力したくないんですけど、その中でもやっぱりコンシーラーとマスカラとアイライン、まあ、それさえあればどうにかなるみたいなところはありますね。本当10分メイクとかなので、自分でやるときは基本的に日本ではあまり使わないんで、もうコンシーラーでピピピピって、もうこういう感じでここ隠せばいいかなみたいな感じ。なんだろう、あのその美容機器みたいなのって今まであまり使ってなかったんですけど、必要って感じ今。特にその毛穴の汚れを取るっていうのがなかなかやっぱり毎日 の、 そのしかも疲れて撮影して帰ってきてヘトヘトで、顔洗うのもなんかめんどくさいみたいな、でもとりあえず落とさなきゃみたいな毎日送っていると、結構その毛穴汚れが蓄積してたりするので、それをリセットするっていうのはすっごい大事だなと思うし、やっぱりメイクのノリも変わってきますよね。でスチーマーとかでやっぱり柔らかくして毛穴の汚れを落としやすくするみたいなのは結構最近やってます。髪が長い方はすぐ実践できるじゃないですか。でまたそのタイミングですっごくこう短く切りたいなっていうのもないとなかなかできなかったりするから、なんだろう、そのヘアドネーションっていうものがあるんだって知ってると、もしかしてタイミングがあったらじゃあ参加しようかなとか寄付してみようかなとかっていう、ね、その選択肢があるっていうのはすごい大切だなと思います。私の YouTube 公式チャンネルレトロワーチャンネルでもエルと一緒に撮影したヘアドネーションの動画を公開いたします。そちらもぜひご覧ください。